隊長じゃねえか。ようやく戻ってきたのかよ。ハツコ、夜叉の襲撃はどうなった？ああ、花屋敷のことなら安心しろって。ちゃんと私たちがコーマを追っ払ってやったぜ。あ、夜叉には歯が立たなかったけどな。そうか。隊長がいなくたって、守るぐらいならちゃんとやれるってことよ。ハツホに任せてよかったよ。今日からはハツホが隊長だな。ああ。あって隊長なんてめんどくせえ。それにそいつはあんたの仕事だしな。私はあんたの力になれりゃいいんだ。ハツホ、ありがとう。それはそうと、ここで何をやってるんだ？ここに新しい舞台を作ろうと思ってね。ま、継ぎはぎだらけのステージだけどよ。新しい舞台？みんなと相談したんだ。中の舞台は壊れちまったけど、帝劇がなくなったわけじゃないし、さくらも私も帝劇のメンバーはみんな生きてる。だったらやることは一つだってな。間に合わせだっていい。ここに新しい舞台を作ってさ、私たちのレビューをテートの人たちに見てもらうんだ。夜叉が何をしようと、帝劇はテートは生きてるってね。戦いの力じゃない、私たちのもう一つの力でテートに笑顔を取り戻すんだ。だからよ、絶対成功させようぜ。クリスマス公演をさ。ハツホ、それはそれとしてよ、サクラはどうしたんだ？サクラはいない。俺一人で戻ってきた。あ？どういうこった？それが喧嘩になってしまって仕方なく。何が仕方なくだ、殺すとこの来い。いや、でも。でもじゃねえ、どの面下げてのこのこ帰ってきたんだい。この当変木の丸田坊が味噌汁で顔を洗って出直してきやがれ。ハツホ、そうは言うけど。おい、てめえなんかに任せた私がバカだったぜ。やあ、神山くん。少し元気がないようだが、大丈夫か？なんとか。お気遣いありがとうございます。うん。そういえば、さくらの実家に行ったそうだね。鉄管は元気だったかい？はい、お元気でしたよ。しかし、ご友人だったんですか？もちろんだよ。私はさくらの師だしね。それに鉄管とは長い付き合いだ。もう何年になるかな。そうだったんですね。もしかして刀を鍛えてもらったんですか？鉄管さんはその筋ではかなり有名だと聞いています。そうだね。それが彼の苦しみでもあるが。え、それはどういう？すまない、他人に話すようなことではなかった。忘れてくれ。それはそうと、さくらと何かあったのかな？君の元気がないのはそれが原因と見える。お見通しですか。実は、さくらと言い争いになってしまって。大嫌いだ、帰れ、と言われてしまいました。
隊長として誠意を尽くして話したつもりが裏目に出てしまったようです。うん、隊長として誠意を尽くして。あ、神山君、一つ聞かせてはくれないか。君はさくらのことをどういうふうに思っている？さくらのことをですか？大切な仲間だと思っています。さくらは常に前向きで逆境にもめげず、戦場では信頼できる強さを持っています。歌劇団大戦で勝つためにもさくらは不可欠です。なるほど。君はまさに隊長としてさくらのことを考えているんだね。ではどうだろう、さくらは君を隊長として見ているのだろうか？それはどういう意外でも何でもないが、君は本当に大事なことが分かっていないな。え？神山君、さくらは女の子だ。剣を振るい、高魔をも恐れぬ強い心を持ってはいても、一人の女の子であることを忘れないでいてほしい。一人の女の子。隊長としてさくらに接した君は間違ってはいないと思うが、ただそれとは違う接し方があったかもしれないということだ。だがぶつかり合って悩むのも青春だ。青春したまえ、若者たちよ。申し訳ありません、さくらを連れ戻せませんでした。そう、回復には時間がかかりそうね。さくらは夜叉が新宮寺さくらさんだと思っています。俺は正直わかりません。そうなのか違うのか。あれがさくらさんのはずがありませんわ。え？復讐のために帝都を襲う？さくらさんを見くびらないで。それに約束もしましたしね。約束？ええ、ニト作戦の時に。あの作戦はとても辛いものだったわ。それは最初から犠牲になることが決まっていた作戦だったということですか？早合点しないで。そのような作戦、あの方が立てるわけないですわ。必ず全員で生きて帰る。それが口癖でしたもの。あの方たちがまだ帰ってきていないということは、きっとまだあちらで戦っているのよ。私はそう信じていますわ。だからみんなが帰ってくる家をこうして守っているの。家ですか？そう、帝劇はみんなの家。どこで戦っても必ず帰ってくる場所。あなたは花組のみんなに、そして雨宮さんに家を作ってあげられたかしら？
天気ですね、神山さん。どうです、気分は晴れましたか？まあね。浮かない顔ですね。それなら私に悩みを話してみませんか？え？聞いてくれるかい？もちろんです。何でも話してください。アザミも聞きたい。清十郎の力になるために。アザミ！清十郎は家族も同然だから、何でも話してほしい。家族か。スミレさんにも言われたよ。大帝国劇場はみんなの家だって。俺の役目は花組のみんなに帰ってくる場所を作ってあげることだって。俺はそんな風に家族みたいにみんなと接したことはなかった。だからさくらも初穂も俺に愛想を尽かして怒ったんだろうな。俺は本当にダメなやつだ。そんなことありません。だって神山さんは私を救ってくれたじゃないですか。自分の力を恐れていた私を信じて受け入れてくれました。そのおかげで私は新しい自分になれて、心から安らげる家を手に入れたんです。だから私は神山さんを家族のように大切な人だって思ってます。クラリス、アザミも同じ。清十郎が信じてくれたから今のアザミがある。清十郎がいるところがアザミのいるところ。だから清十郎がアザミの家。大丈夫ですよ、神山さん。さくらさんも初穂さんも神山さんを大切に思っているから怒ってるんです。そうじゃなかったら人は本気で怒ったりしません。そうか、そういうものかもな。ありがとう、二人とも。なんとなくだけど俺のやることが分かった気がするよ。よかったです。忘れないで、清十郎。アザミたちはいつも清十郎のそばにいる。初穂、いるかい？いねえよ。ごめん、ちょっと聞いてほしいことがあるんだ。さくらのことは悪かった。でも俺は諦めたわけじゃないんだ。さくらがどんなことになっても俺はさくらを諦めない。そして同じように、初穂、俺は君を諦めない。だって俺たちは花組という家族なんだから。それだけ言いたかった。それじゃあ。
よ。清十郎、清十郎。なんだろう、誰かが呼ぶ声が聞こえる。清十郎、緊急事態、早く起きて。この声はアザミか。うん、清十郎、起きた？緊急事態、初穂がいなくなった。初穂がいなくなったって、どうして？これ、初穂の部屋にあった置き手紙。さくらをぶん殴ってくる。なんだこれは。アザミ、この手紙を見つけたのはいつだ？ついさっき。急げば追いつけるかも。ありがとうアザミ、行ってくる。急いでるんだ。どうしたんだあいつ。すごい速さだな。さくら、てめえこんなとこで何やってんだよ。何を？私の家で何やってたって勝手でしょ。ざっけんな。いつまでもうじうじとへたれてんじゃねえ。情けねえったらありゃしねえ。うるさい。もうなんなのよ。いきなりやってきたと思ったらいきなり殴りかかってきて、わけわかんないよ。うるせえ。今のお前を見てるとイライラすんだよ。夜叉が神宮寺さくらかもしれないから戦えないだ。甘ったれるんじゃねえ。うるさい。初穂に何がわかるって言うのよ。大切なものを、目指すものを持ってないあなたに何がわかるのよ。大切なものあるさ。歌劇団のみんなに、神社のみんな、そして何よりさくら、お前だよ。私はさくらが一番のダチだと思ってる。出会ったあの時からずっと、だから一番のダチだから、一番大切なやつだからよ。お前が間違った方に進んだら、いつだってこうして殴りに来てやるんだ。お前がやめてくれって言っても泣いてもぶん殴って絶対に正気に戻してみせるんだよ。お前はどうなんだ。大切なものをどうやって守る。新宮寺さくらが悪に落ちたら泣くだけか、ただ立ち止まってるだけか。どうしろって言うのよ。大切なものを守れよ。お前の、お前だけの正義だよ。うるさい、うるさい、うるさい。もう、もう黙ってよ。黙れ。もう、わからずやだ。やめろ、二人とも。って聞いてくれる雰囲気じゃない。間に合え。私と初穂の間に入ってきたんです。それで初穂の拳が聖兄さんに。そっか、さくらは大丈夫だったのか。
私は大丈夫です。仙人さんこそどうですか？ああ、もうなんともない。それよりそのこの状況はさすがに恥ずかしいな。いいですから、もう少しじっとしていてください。しかし。いいですから。ああ来てくれたんですね。え？喧嘩して帰っちゃったけど、また来てくれました、聖兄さん。それはだってさくらが心配だったんだ。そんなこと言って、この前はさっさと帰ったくせに。ごめん冗談です。来てくれて本当に嬉しいです。この前は帰っちゃってごめんな。君が傷ついていることは分かっていたけど、どうすればいいか分からなかったんだ。いいんです、私の方こそ。そのごめんなさいお互い様ってことかな。そうですね。それはそうと、そろそろもっと膝枕をしたかったのに。いや、さすがにな。もう痛みも引いたし大丈夫だよ。ありがとう。ところで、初穂はどこに行ったんだ？言いたいこと言ったらさっさと帰っちゃいました。あと恥ずかしかったんだと思いますよ、私との喧嘩を聖兄さんに見られて。そうか、初穂とは本当に仲がいいんだな。初穂はすごいんです。美人で明るくてハキハキしてて、私にとってはきっともう一人の憧れの人なのかもしれません。きっと初穂も同じように思ってる。いいもんだな、そういうの。はい。初穂から聞きました、夜叉がまた帝都を襲ったって。ああ、でもなんとか初穂たちが守ってくれているよ。私は今はいいさ。さくらの気持ちを無視して戦わせるつもりはない。大切なものを守りたい、その思いが蘇った時また共に戦おうだけどこれだけは覚えておいてほしい。初穂の言った通り、君の心には君だけの正義が宿っている。もし新宮寺さんが間違ったならどうすればいいか、君はもう分かっているはずだよ、聖兄さん。さて、それじゃあ俺はそろそろ行くよ。え、帰っちゃうんですか？ああ、伝えたいことは伝えたつもりだ。それに明日はいよいよロンドン戦だ。体調が留守にするわけにはいかないだろ。君を待ってるよ、さくら。それじゃ。お父さん。後悔のないようにな。あとはお前の好きにすればいい。それだけだ。初穂、もしかしてずっと待ってたのか？わ、待ってなんかいね。たまたまだ、たまたま。それより一人みたいだな。さくらはどうした？俺はさくらを信じる
あたしもだぜ。あいつは絶対戻ってくる。絶対な。なあ、神山。あたしは、間違ってたかな。桜を殴るたびにさ、涙がこぼれそうだった。あたしはさ、桜が大好きなんだ。どんな時でも前向きで、諦めなくて、いつだってあいつに励まされてきた。あたしは、ガサツで喧嘩っ早いだろ？悪いことだってやりそうなぐらいに。だけど、心がさ、歪まなかったのは、間違いなく、さくらのおかげだよ。あいつのまっすぐな心が、いつも私の手を引いてくれたんだ。だから、さくらには本当に感謝してる。本当の親友なんだ。なのに、初穂、親友を殴るってのは心が痛えんだな。本当に痛いんだけど、私はあんな風にしか気持ちを出せねえから。なあ、私の気持ち、さくらに届いたかな。そうだな。大丈夫、届いているさ。初穂らしいですって言ってたよ。そっか、届いてたならいいや。あ、ならあいつは大丈夫だ。ありがとう、神山。それはそうと、明日はロンドン戦だ。さくらを案じるのは当然だが、戦いの準備もおろそかにしちゃダメだぞ。あっと坊よ、この私を誰だと思ってんだ。帝劇のヒロイン、初穂ちゃんだぜ。初穂ちゃん、明日もきっちり勝ってみせるぜ。よし、それじゃ明日に備えてそろそろ休むか。じゃあな、お休みだぜ、神山。キャプテン、さくらの様子はどうだったの？まだ帝劇に帰ってきてはいないが、もう心配ない。必ず戻ってくるよ。そう、ならよかったわ。まあ、大丈夫だとは思っていたけど、さくらは何事にも全力でまっすぐな子。どんな困難にぶつかっても、必ずそれを乗り越えてくる。長く一緒に稽古をしてきた私だからわかるわ。さくらは明日の晴れ舞台までには必ず戻ってくる。だってあの子は私の弟子だもの。舞台に穴を開けるなんてことできるはずがないわ。さくらはいい師匠が二人もいて幸せ者だ。そうだな、彼女は必ず来る。信じて待っていよう。くれたんだな、神山。来いって言ったの初穂じゃないか。どうしたんだよ。いや、別に、伝聞で伝えた通りだぜ。そのちょっと神山と話したくなっただけさ。で、神山？そういえばさっきもそう呼んでたよな、確か。なんか変か？もしかして嫌だったりするか？いや、嬉しいよ。なんなら清十郎でもいいんだぞ。そうか、
じゃあ、聖獣郎。いや、さすがにそれは恥ずかしいぜ。でもよかった。嫌だって言われたらどうしようかと思ってたんだ。嫌だなんて思うわけないだろ。でもどうしてなんだ。だってよ、神山言ってたじゃねえか、私たち花組は家族だって。それなのに隊長さんじゃ他人行儀が過ぎると思ったんだ。まあそれで何が変わるってわけでもないけどさ。でもちょっとだけあんたとの距離が近くなったような気がするよ。とにかくそういうこった。じゃあな、私は部屋に戻るぜ。クラリス、ちょっといいかな。ノートを見つけたんだけど。はぁ、それ、どこで見つけたんですか。というか、どうして神山さんが持ってるんですか。いや、食堂に置いてあったんだ。多分、クラリスのものだと。一番見られたくないノートだったから、持ち歩いていたのに。まさか置き忘れるなんて。そうだ、中身見てませんよね。すまない、読んでしまった。でも仕方ないじゃないか、すごく面白かったんだよ。まさか主人公がクラリスで、救世の天使で、それで。はぁ、言わないでください。その脚本の内容は記憶の中から消し去りたいんです。どうしてあんなものを描いちゃったんだろう。穴があったら入って埋まりたい。そんなに恥ずかしがるものなのかい。俺は本当に面白かったよ。本当ですか。これは女性向けの内容ですよ。面白いものに性別は関係ないだろう。俺、公園でやってみたらどうかな。ダメです、その案は却下します。残念ですけど、だってこんな内容をみんなに見せるなんて。ああ、ダメ、そんなの絶対耐えられません。本当に恥ずかしい。神山さん、次は絶対に見ないでくださいね。